優勝額、優勝額とは、大相撲の本場所において、幕内最高優勝を達成した力士に毎日、新聞社より贈呈される額縁である。1909年、明治42年6月場所大相撲常設館、後の給料国々朝館完成に伴い、優勝計画制度が開始される。これは最初はあくまでも、時事新報社の行事であり、 協会公認の優勝制度ではなかった。協会が個人優勝を制度化したのは支配歌詞を契機にした1926年、大正15年のことである。ただしそれ以前の計画力士も現在では歴代優勝力士として追認されいる。第一回の計画は前頭7枚目、孔宮山鳥之助だった。当時は今よりも小さい白黒の優勝額が用いられていた。 第二回の計画は、横綱日立さんであるはずだが、国技観楽生の功労者として、横綱二代、梅渡の被も、高見山と日立山の間に計画された。実際には梅渡が優勝した場所はなかったが、この二人がいて、初めて国技館はできたのだからとこれは、後々まで暗黙の了解とされた。1917年、大正六年、 国技館が失火により全焼し、優勝額も消失したが、国技館再建の際に、すべて再作成された。1923年、大正12年関東大震災により再び、国技館が全焼、優勝額も消失した。この時は、複数回優勝した力士の額は1枚のみ、再作成され、立山優勝9回、大鳥優勝2回と、回数が復帰された。 1936年、昭和11年、時事新報が東京日日新聞、現在の毎日新聞に合動したため、以降の計画は東京日日新聞の事業として承継された。戦前の優勝額は1943年、昭和18年夏場所優勝の双葉山のものまで国技館に計画された。1944年、 昭和19年春場所優勝の佐賀の花の額は作成されたが、同年夏場所が高楽園球場での開催になことや国技館が軍部に接収されたりしたことから計画はされたものの、贈呈式や計画披露の式典などは行われず、そのまま戦災で消失したため、幻の優勝額とされている。第二次世界大戦にてアメリカ合衆国軍の空襲のために、 初代両国国技館が焼けた際に、戦前の優勝額の多くが消失したと伝わる。屋外の本場所では額を掲げる場所などないため一時期、優勝額も途絶えが1951年、昭和26年から倉前仮設国技館で優勝計画が再開された。今度は現在まで続く等身大以上の大きさのフルカラー優勝額である。この第1号は横綱。 寺四国一万倉だった。全勝優勝を達成すれば、優勝額にも優勝ではなく、全勝と書いて区別する。この額を、全勝額と呼んで区別する人もいる。史上初の全勝額は1911年、明治44年6月、この場所新横綱の立山峰上門が獲得。また、戦後優勝額復活第1号の寺四国の、期待も、全勝額である。 なお横綱羽黒三世寺はただ一人戦前戦後の優勝額を合わせ持つ力士でもある。昭和初年の年間四場所時代の関西本場所には優勝額がなかった。そのため、地方場所での優勝は東京場所での優勝より低く見られがちだったが、1954年、昭和29年の倉前国技館完成の折に、その年三月場所で優勝した大関。 ミネさんたかしに遡る形で贈呈されて、以降地方場所の優勝でも国技館で計画できる優勝額が贈呈されることになった。現在では、東京場所の初日に毎場所と前々場所の優勝額除幕式が行われる。優勝決定戦がない時代には、誰が優勝かをめぐって争いが発生することも珍しくはなく、このため解決策として額を2枚作成。 計画することが幾度か検討された。1928年、昭和3年1月場所における前頭13枚目、ミスギーソ全七と、大関、日立岩、栄太郎の優勝問題の際には本当に2枚、作成され、ミスギーソが辞退したため計画されたのは、日立岩のみ、上優勝制度に対する大替機に使われたりもした。現在の両国国技館では、 優勝額は四方に8枚ずつ32枚、計画されている。かつての倉前国技館では36枚の、計画であった東京場所ごとに2枚ずつ新たな優勝額が加えられ、古いものから外される。外された優勝額は、優勝力士当人に送られ、普通は稽古場に飾るなどするが、5回、10回と優勝を重ねた力士の場合、 母校など、優勝力士と縁のある施設や人物に寄贈される。国技館の最寄り駅となる JR 両国駅の改札口には、関脇、後横綱三重の海五郎、1975年、昭和50年11月場所、横綱二代、若野花見騎士、1978年、昭和53年11月場所、横綱、武蔵丸光弘、2002年、 平成14年5月場所、横綱白宝賞2007年、平成19年11月場所の優勝額が飾られている。また、1967年、昭和42年に、横綱大宝が25度目の優勝を果たしたとの優勝額が、日光市在住の当時の講演会副会長に寄贈され、同市が譲り受け体育施設で管理していたが、その体育施設の解体が決まり、 観光庁オークションにかけられるも取引が成立せず、逮捕の遺族に返還された後、江東区に寄贈されたという事例もある。2010年、平成22年7月場所の表彰式において、協会は7月7日の持ち回り理事会で一位連の野球賭博問題で、天皇支配、内閣総理大臣配など全ての表彰事態、優勝賞金、優勝期、 参照の表彰は従来通り行われたしたが、優勝額においても協会は、7月場所は反社会勢力と決別する場所と考え、協会外からの表彰を受けるのは適切ではないと、贈呈しないことを検討だが、9月場所初日、毎日新聞社は横綱白鵬に対し、5月場所の優勝額とともに7月場所の優勝額も贈呈し、国技館に計画された。 2011年、平成23年は、3月場所が八尾町問題により開催中止、5月場所は、本場所ではなく、議場審査場所として、すべての表彰を辞退、優勝賞金、優勝期、3賞の表彰は従来通り行われたしたため、9月場所の初日では、1月場所の優勝額、白鵬及び7月場所の優勝額、春間富士を、贈呈、計画する形となった。 優勝額は、長年力士の写真を白黒で現像したものに、油絵具で着色したものが使われてきた。この方がカラー写真よりも見栄えが良く、色褪せもしにくかったためである。2014年、平成26年1月、1951年、昭和26年春場所、優勝、寺四国一万くらい以来優勝額の着色を担当してきた。 彩色化の佐藤鈴子が引退を表明、佐藤自身の意向や写真技術の向上もあり、富士フィルムの協力を得て、同年初場所から従来の色合いに似せてデジタル処理したカラー写真が用いられることになり、これに伴って名称も優勝式際写真学から優勝写真学に改められ、同年の5月場所初日の除幕式で1月場所優勝の白鵬と3月場所優勝の 各流の優勝写真学が初めて国技館に計画された。その後は東京場所ごとに順次入れ替わり、2019年、令和元年5月場所、同年、平成31年1月場所優勝の玉鷲と3月場所全勝の白鵬の優勝写真学計画を持って、くしくも平成が終わると同時に、優勝式際写真学は国技館から姿を消した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。